皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。震災2日後の夜、あの大震災、震度計を振り切ったとも噂され、震度の大小はあれ、列島全体を揺らし、多大な損害と膨大な数の犠牲者と巨大な津波をもたらしたあの震災。2日後の午前、私は被災地にいた。二十歳を目前にした新米の某隊員としてである。関東某地からの派遣、道中は仲の良い先輩隊員の運転、体調など上司から被災地の状況は聞いていたが、どこか他人事で比較的冗談も飛ぶような車内であった。現場に到着、時折波音も聞こえる程度に、海岸からさほど遠くない地点への派遣であった。車から降りて現場を目撃した途端、道中の冗談や軽口は消し飛んだ。絶句と謎の焦燥と鳥肌がぶつかってきた。先着の隊からの報告もほどほどに、炊き出しの準備や土砂や瓦礫の処理に追われ、気づくと日も傾き薄暗がり、常に襲う余震とそれに伴ういつ来るかもしれない津波への恐怖。次に視線を上げた時にはすでに真っ暗、25時を回っていた。ほどなく先輩から数時間の就寝を言い渡され、各班3人のベテラン隊員を残し、隊員は各々の班に分かれ、簡易的なテントで就寝。日頃の訓練と比べようのない作業の疲労と辛労ゆえ、各隊員は床に背をつけるなり深い眠りにつく。地鳴り、皆は飛び起きる。地鳴りイコール地震の経験則は、隊員たちにわずか数時間でムラなく深く刻み込んでいた。突如飛び起きた、まさに刹那。おい、お前ら起きろと先輩隊員が言い終わる前に、全隊員の動きは止まった。先輩もピタリと止まる。体を半分起こした状態の新米の我々も止まる。地鳴りじゃない。地鳴りじゃないことを全員が確信した。地鳴りに近い轟音に混じるのは明らかな人の声。轟音もおそらく大人数のうめき声、人々の声、老若男女の声、明確な人の声であった。聞き取れないが、おそらく家族の名前を、また寒さや苦しさや助けを、若い女性の涙声の、ごめんね、ごめんよ、は、はっきりと聞こえた。当然、隊員たちはわかる。避難所や多くの被災者が集まる場所は、この惨憺たる海辺の遥か南西に数キロメートルの地点。その声たちは、波音や風音に薄まることはなかった。全員の脳裏を支配した様は共通していただろう。闇に包まれた向こう側、海辺にずぶ濡れの肉体から放り出された命の塊、悔やみ、悲しさ、寒さ、寂しさなど、言い知れない恐怖の感情の塊。きっとこんな思いが全員の脳裏を埋め尽くしただろう。少なくとも私はそうだった。隊員は涙ぐむ。
すすり泣く。私も声を上げて泣いた。飛び起きてからわずか数秒、ある隊員テントから飛び出し、瓦礫の中から木や枝を引き抜き拾い集めた。焚き火を、寒いんですよ、火を焚いてあげましょうと涙声での絶叫。それと同時に立ち上がり、皆は走り出し、それらは集める。未だ声は止まない。訴え続ける。すぐに木片は人の背丈ほどうず高く積み上がり、バーナーの火を当て大きな焚き火を作った。海水で濡れた木や枝だったが、思いのほかすぐ燃え上がった。燃え盛る炎に我々も温まり始めた頃、響き続ける声はピタリと止んだ。また皆は泣いた。この涙は人のための涙だった。決して恐怖からの解放の涙ではなかった。その証拠に火に照らされた隊員たちは涙と鼻水に濡れた誉れ高い笑顔だった。それはきっと私の顔もそうであったはずだ。翌日、数時間前の出来事を報告書に書きかけたが、合理的な説明のしようもなく記録は断念した。居合わせた隊員のほぼ総意として。数日後、他の隊と交代となり、新天地を転々として作業に合流しながら、我々は被災地を後にした。そして自衛官を退職した現在、あの時のわずか1時間にも満たないであろう出来事を夢に見ることはあるが、撤収までの数日間、疲れ果てた隊員たちの心を癒してくれた空一面の星空と海原の穏やかな波の音に包まれて、犠牲者の魂が静まり、東北の地の平穏を見守ってくれること、そして心からのご冥福を祈っております。これといったオチもなく、怖い話などではないかもしれませんが、以上が私の某隊員時代の体験となります。はい、 DSC オカルトラジオ、トモです。木村です。ケスケです。今日はこの3人で本当にあった怖い話をお届けします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、はい、震災2日後の夜という話、はい、和子パンさんからのご投稿、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、震災ですけど、2011年の東北の地震ですね。そうですね。まずね、はい、はい、和子パンさんの文章がうまいんですよ。うまいですよね。すごくね、こうなんていうのかな、物語としてすごく面白い、うんうんうん、面白いなっていう。しかもこれがこう自分がね、多分体験したことっていうんで、まあ、実際本当にその声、なんかこういろんな、なんかごめんねごめんねとかとか、うん、そうそう、いろんな人の声が混ざってっていう。うん、まあ、それ聞いたら本当怖いというか恐ろしいような気もするんだけど、しかも全員、そのね、隊員が全員聞いたっていうさ、それなかなか貴重なお話をね、聞かせてくれたなと思って。なんかあれですよね、この状況じゃなかったら、震災とかの状況じゃなくて、怖い、この声が聞こえてきたら怖いって感じるかもしれないですけど、うんうん、この状況なんで、また怖いとは違った感情、本当はね、なんかちょっとみんな涙してるみたいな感じで、悲しいとかの感情が結構あるのかな。多分その地鳴りみたいに地面が揺れるほどのこの声っていう感じじゃないですか。だからその
声自身も自体も悲しみのある声というか、うんうん、なんかでも地震の前は音がするって言いますもんね、地鳴りが、地鳴りがね、うん、まあでもそれとは違う、うん、違うっていう、うん、あの震災の時に幽霊を見たっていう話が多発したのご存知です？いや知らないです。あ、なんか分かります、はい、そう、ほんとね、東北学院大学震災記録プロジェクト呼び覚まされる霊性の震災学っていう、はい、そういうレポート、はいはいはい、論文をまとめた方がいまして、はい、要するにフィールドワークっていって現地に行って、はい、で現地の人に話を聞く、はい、そこであとそういう霊体験をした人が、うん、まあ、結構いてみたいな、それをねまとめた論文があるんですよ、うんうん、これちょっと読んでみますと、やっぱね、これタクシードライバーが霊と遭遇したっていうことを、まあ、書いてあるんですけど、石巻駅で乗せた30代の女性は初夏であるにもかかわらずファーのついたコートを着ていた。目的地を聞くと大津波で更地になった集落だった。コートは熱くないかと尋ねたところ、私は死んだのですかと答えるので、ミラーを見ると後部座席には誰も座っていなかった、うんうん、石巻市、あ、そうですね、ごめんなさい、石巻市です、ね、すいません、すいません、なんか政治家がこの前間違えて叩かれてましたからね。あ、そうなんですか。そう、気をつけますね。気をつけます。近くに石巻がありますからね。そうなんですよ。そうなんですよ。持ってかれちゃうんですよ。持ってかれちゃうんですよね。まだあります。夏の深夜、小学生くらいの女の子がコート、帽子、マフラー、ブーツなど厚着をして立っていた。お母さんとお父さんはと尋ねると、一人ぼっちと答えた。女の子の家があるという場所の近くまで乗せていくと、感謝を表し降りたと思ったら、その瞬間に姿を消した。こういう、まあ、なんか多分似たようなお話なんですよね。その被災地で石巻市に戻るというか、うん、っていう幽霊が目撃されてるっていう。そうだね、まあ、一つの霊じゃなくて何個もあるよっていう話なんですけど、もう一個ちょっと興味深いと言ったら失礼かもしれないですけど、はい、なるほどっていう話があってですね、これはね、石井光太さんという方が書いた本があって、はい、遺体震災津波の果てにっていう本で扱ってる話なんですけど、はい、これはすごく興味深い話でした。読みますね、はい、彼女の名前を溝口恵子さん、仮名という。震災が起きた時、恵子さんは結婚間近に控え、釜石市の老人施設で働いていた。施設は内陸にあったために助かったが、宇野住まい地区にあった実家は流され、両親を失うことになった。婚約者後の夫も津波で家と仕事を同時に失った。私が初めて恵子さんと会った時、彼女は自分が不思議な体験をしているんだと語った。震災後しばらくして寝ている間に意識のないまま外へ出ていくようになったんです。自分じゃ全く覚えていないんですが、車を運転して瓦礫だらけの実家の跡地に行くんです。もちろん真っ暗で誰一人いません。そこに何時間も立ちすくんでいる。何度か夫が探しに来て助けてくれました。彼女はまるで死んだ両親に呼ばれているのだというようなように語った。またこんな話もした。震災で亡くなった人の霊が私に取り付くことがあるんです。真夜中に私がいきなり子供になって、僕は海の底にいるよ、助けてと泣き出したり、中年男性になって津波が来た、助けてけろと叫んだり、あと寝ている間に大きなお墓を作っていたこともありました。段ボールだとか割り箸だとか、そういうものでお墓を作って戒名まで書いているんです。その字が全く自分の字とは違う。彼女は震災の直後から1年以上もこうした言動に苦しんでいた。自分では全く記憶のない中でそういう祈祷をしているのだという。私はそれを聞いて、震災地で広まっている霊に関する話を思い浮かべたし、恵子さん自身も自分は被災者の霊に疲れていると語っていた。しかしである。震災から6年近く経った昨年の秋、彼女から全く
予期しなかった話を聞かされたのである。予期しなかった話とは、霊だと思っていたものが心の傷が生み出した精神疾患による異常行動だったことが判明したのだ。実は彼女には誰にも言わなかった秘密があった。それは震災後に夫から激しい DV を受けていたことだ。震災後、夫は家と仕事を失ったことで心がすさみ、家庭内で暴力を振るうようになった。酒を飲み、気まぐれに恵子さんを罵った。赤ん坊が生まれると今度はその子にまで手を挙げた。子供が甘えて遊ぼうと近寄っただけで頭を壁に打ちつけたのだ。恵子さんは震災のショックに加えて日常生活の暴力でどんどん精神に異常をきたしていった。そしてある日パニックを起こして自分がどこにいるのかわからなくなり、子供を抱えて街をさまよい始める。そんな彼女を保護したのが学生時代の同級生だった。恵子さんは大学病院の精神科へ運ばれて入院することになるが、そこで診断されたのが次の病気だった。乖離性障害である。医者はまず彼女の異常行動の一つを乖離性障害のうちの乖離性同一性障害、まあ、かっこれ多重人格ですよね、と診断した。これは受け入れがたい現実が目の前に迫ってきた時、自分が壊れないように別の人格を作って受け止めようとする症状だ。恵子さんは震災という大きな出来事と両親の死、それに家庭内の DV を正面から受け入れることができなかった。それで知らない間に4人の別人格を自分の中に作っていた。真夜中に子供になって泣いたり、中年男性になって叫んだりしたのはまさにそれだったのである。また乖離性頓挫と呼ばれる症状もあるとされた。乖離性頓挫とは何かが起きた時に何キロも何十キロも移動してしまい、しかもその記憶が失われるというものだ。彼女は震災の後寝ている間に何度も宇野住まいの実家跡地まで行って瓦礫の中に佇んでいた。それは乖離性頓挫によるものだった。こう考えてみると、彼女の霊体験は一つとして霊によるものではなく、すべて震災やその後に降りかかった困難が彼女の精神を追い詰めたことによって起きた病気の症状だったのである、という。なるほど。この幽霊をたくさん見たっていう証言の中に、まあ、こういった、まあ、これは極端かもしれないですけど、そうやって、まあ、受け入れることができないがために見た幻とか幻聴とか、そういうものがたくさん含まれていたんじゃないかな。いや、なんとなくわかるっすね。そうそうそう。まあ、それをまあ受け入れたくないっていう。まあ、震災でまず第一ショック。でその後夫からの DV で第二ショック。あ、そう、この話はね。もう、まあ、なっちゃうかなとは思いますよね。ね。まあ、しかもそのショックのでかさがだいぶ。なんか全部が霊のせいじゃないっていう、その精神疾患って言ったらいいんですかね、のせいっていうのはちょっと納得できることがあって、まあこの人は乖離性障害、今読んだよのね、だったじゃないですか、恵子さん。自分がそのうつ病になった時に、まあ心療内科行くじゃないですか、はい、その時に幽霊は見えますかっていう質問来たんですよ。ほう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 。だから、まあそれたまたまだったのかもしれないですけど、もしかしたらそういう人って、それちょっと幻覚じゃないですけど、のを見てる可能性があるっていうことがあるから、そういう質問をされるのかなっていう思ったんですよ ね、 そうだね。だから多分そういうストレス、まあ、その震災のストレスもそうだし、その被災地での生活とかのストレスもそうだし、なんかいびきとか、そういうのうるさいっつって車で寝る人もいたっていうじゃないですか、そういうストレスとかもあるだろうし、いろんなストレスが重なって、まあ、そういう精神疾患になってって、見たっていう症状も多いのかもしれないですね。確かにそれは多そうですよね、それで見えた幻覚というか、ただこのお話は、その被災地の方じゃなくて、それを支援しに行ってるというか、人が見てるものなんで、しかも隊員がみんなね、そう、隊員さんがみんな見てるっていうのは、やっぱその助けを求めてる例というか、その被害者の方々というか、被災者、被災
亡くなった方たちのものだと思うんですよね、うんうん、でそれが、じゃあ例えばこの今隊員のみんながそれを聞いて、うん、焚き火をして、うん、声が聞こえなくなったっていうじゃない、それは成仏できてるんですかね、うん、なんかそれで救われたっていう気持ちなのか、もしくはその隊員さんたちもその地にいて、うん、こうやっぱなんていうんですかね、自分たちも感情移入しちゃって、うん、そのなんていうんですか、精神疾患みたいなモードに陥ってる、あなるほど、状態になってそのふうそれが聞こえたのか、うんうんうん、それを焚き火をすることによって、うん、こう自我を取り戻すというか、うん、あ俺たちは隊員だからしっかりしないとっていうスイッチに切り替わったのか、あまあでも集団でっていうことでね、それは、うーんそうですよね、うーんなんかこの人をこの体験はコパンさんを否定するわけじゃないし、うん、まあもちろん体験した話だからあれですけど、うんうんうん、集団ヒステリーの可能性は、うーんもちろん特殊な状況じゃないですか、うんうん、で例えば前々から被災地には出るぞみたいな話を聞いてて、うんうん、でなおかつ地震前にその音がする、地鳴りがする、うん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 、っていう情報も入ってる、うんうん、で恐怖心もこう、こう来る、うんうん、で人が死んだっていう事実も目の当たりにしてる、うんうん、それらの情報が一気に来て、うんうん、きっかけがあって本当は地鳴りだったかもしれなくて、うん、でも誰かが声だって言い出したからそれが伝染して全員そう聞こえたとか集団ヒステリーの可能性、まあ、その後のその焚き火をやってとかもあるんですけど、うん、まあみんながそれで落ち着いた、うん、火を見るとなんか落ち着くとか言うじゃないですか、まあ、そうだね、うんうん、そうこの声が聞こえた中にごめんねとかも、うん、はちゃんとはっきり聞こえたと、うん、っていう、もしそれが霊だったとしたら、うん、その焚き火とこのみんなが寒がってるから火を焚いてあげようって言って火を焚いてもらったことで成仏できないと思うんですよね、生きてる人に謝りたい気持ちでこう叫んでるわけじゃないですか、そのごめん、みんなが聞こえたごめんねのに対しては、うん、多分、うん、だからその火を焚いてもらってあったかいだけで成仏できずに、うん、そのごめんねの声が消えるってなんかちょっと、あそうだね、何を訴えたかったのかっていうことだよね、うんうんうんまあ、だからなんていうんですかね、霊が成仏した安心したとかいうよりも自分たちが安心したのかなっていう、あー、うん、なるほどね、気を取り直したっていうか、うんうん、それかそうなるように訴えたっていう可能性もありますよね、なんか本物 霊たちがその隊員たちにその怯えないでというか、うんうんうんまあ、それだったら そのね、もう他の伝え方があったかもしれないですけど、あーなるほどね、うんまあ、来てくれてありがとねみたいな、そういう気持ちってこと、うん、あしっかりやってくれみたいな、うん、もう訴えたかったっすけど、もう自分たちも震災でこう亡くなって、何が何だか分かってない状態で伝える言葉がそれしか出せないというか、うん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 、っていういくつもの声がバッて聞こえたって自分たちが取り戻せたというか、うんうんうん、だからそのこの現象を否定するわけじゃなくていろんな可能性があると思うんで、うん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 、あれですけど、まあ、幽霊なのかなっていうのもありますし、そのケイスケが言ったそれで成仏すんのかっていうのもありますし、俺は単純にこの話をパッと見て思ったのは、まあ霊がなんかなったっていうよりも自分たちが完全に安心したんだなっていう、火を焚くことによって、そうこれその震災の日に僕たち働いとって、その日の夜の仕事が終わって片付け終わって帰る時に、まあ、僕後日聞いたんですけど、その職場の先輩3人で片付け終わって帰ってたんですって、で店から駐車場まで結構あるんですけど、それを3人で歩いてて、前2人でこう話してて、後ろで1人こうついてくみたいな、で 2,3 メートルちょっと距離が空いてる状態だったんですよ。で前の2人が喋ってたら急にキャーって女性の叫び声が聞こえたんですって、後ろからでパッてなって、その後ろ歩いてる人の方パッて見たら、その人もえ何今のみたいな顔しとると、うんうんうん、で前の二人はいやお前だろとか言って、うんうんうん、お前の携帯とかじゃないとか言って、うんうんうん、いやいや僕その携帯にこんな声入ってないですよみたいな、うんうんうん、って言って、うん、パッて携帯見たら、
あの自分の携帯から鳴ってたんです、着信があったんですって。ほう。であれ電話鳴っとるみたいな、うん、でもマナーモードにしてるから、うんうん、これから鳴るはずないみたいな、うんうん、でも他で鳴ってるところ何もないんですよ、うん、その家からこう音が漏れてるとかもないし、うんうんうん、ってなって、あ、なんかその結果的にその震災あったじゃんみたいな、うん、その中の思いがお前の携帯に届いたんじゃねみたいな、うん、っていう体験談があったんですよ。へー。だからなんか幽霊っていうかその思いが強すぎて、うん、そういう現象が起きたみたいな、うんうん、だから霊的なことも間違いではないのかなとは思うんですよね。それがマジでその携帯から鳴っててどうだっていうのは分かんないんですけど、結果的には、うんうんうん、不思議な話だね。タイミングもタイミングだったんで。へー。またなんていうの、愛知県でさ、うんうんうん、ね、こんな距離が離れてるのにピンポイントに、そうなんですよ、その人でその時間っていう、本当だね。それはそれで不思議な話だな、うん、あれ何時ぐらいでした？僕正直寝てたんですよ。昼間の14時、あ、そう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 、14時50分とか、そうそう46分ですね。全然その結構な揺れだったんですよね、こっちでも。まあ、震度3ぐらいじゃない、うんうん、あ、でもなんか揺れ方が違うっていうか、グワンって大きく揺れたみたいな。あ、私その時ディズニーシーの中にいて、うんうんうん、めっちゃ揺れたよ。そうなんですね。もう本当に体験したことないぐらいの、へー、新しいアトラクションかと思ったぐらい揺れた。そんなにっすか、うん、そう、なんか俺聞いた話だと、うん、ミッキーマウスが喋ったっつってなんか動画が上がっててミッキーマウスがこう揺れながらこう、めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてるって言ってる動画が出回ってました、当時。そうなんだ、はい、へえ。だからネズミランドでもすごい、うん、揺れてた、揺れてたっていうのは聞いたっすけどね。へー、その動画知らないなそういう時どうするんですか？後付けじゃない？いや、わかんないですよ、わかんないですよ、うん、ああいうアトラクションっていうか、ああいうランドとかシーでそういう震災があった時はもう出しちゃうんですか、お客さん？ね、あん時は安全な場所に、ゲストを避難させた気がする。建物、頑丈な建物の中に避難させた、はい、うんうん。で、まあ、帰れる人は帰ったし、うん、まあ、電車も止まってたから、まあ、ね、そうそうね、寝た人もそこの中で、パークの中で夜を明かしたっていう、ゲストの方も多分いたと思ったな。開放してたんですね。そう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 、開放してた。めちゃくちゃ寒くてさ、その時。あ、そうなんですね。で、なんか上からの指示もなかったから、ずっと外にいて、こうなんていうの、うん、まあ、ゲストがいたらなんか声かけてあげるとか、もう現場の判断でっていう。そう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 、めちゃくちゃ寒かったもんな。なんかあの辺、あの埋め立て地だから、そうそう、水がこう上がってきてみたいな話聞いたんですけど、ね、うん、そう、パークはランドもシーもその地盤に関してはめちゃくちゃ金をかけたらしいやん、ね、あ、そうなんですね。そうだもんで、海があってディズニーランドがあって、うん、で住宅地があるじゃない。はいはいはい。でその住宅地ももちろん埋め立て地なんだけど、うん、その住宅地は液状化がすごかった。あ、そう。もう水も噴き出しちゃうし、ドロドロになっちゃうし、でもパークの中は一つもなかった。それ。そうなんだ。うん、最近すごいなと思って。あそこら辺よく通るんですけど、うん、あの横の高速を、うん、なんかすごいですもんね、あの辺。僕行った記憶が全然昔なので、うん、なんつったらいいんですかね、なんかでかいっすね、あんなでかい高速だとちょっと上から見れるじゃないですか。見れますね、うん、あ、こんなでっけんだなって最近思ってますでけえっすよ、本当に。木村さんここで働いてたんかみたいな、そう思いながら横通ってますね。そうでかいっす。いや本当に今のカットじゃないですかいやいや、カットじゃないですよびっくりするぐらい揺れたっていうね。そう、一応これ追伸をいただいてまして、はいはいはい、
いつも本当に楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。お三方の考察と脱線の数々、おからじさんを知ってからというもの、毎月の通信制限に速度制限に悩まされておりますが、毎日の出勤帰宅時にこれからも楽しませていただきます。いくつか不思議な体験をしてきた中の一つです。私の実体験で強烈な記憶であったため主観が入り込み長くなってしまいました。そして怖い話ではないかもしれませんが、平成最大の大震災、次の時代に残したく、おからじさんに私の経験の語り部としてぜひ取り上げていただけたら幸いですと。うん、ちょっと重要な役を。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんで、ちょっとね、おふざけ少なめになってますけどね、今回は。でもともくんがね、あのぶっこんできましたからね。ぶっこんでくれた時におからじらしさが最後に出たかなっていう。大きいですねっていう。いや、ま、いやマジでね、大きいなと思って。しかもあの夜通るとさ、はい、あの建物のあのなんていうんですか、ライトアップ、ライトアップと、うん、あのイルミネーションみたいな、うんうんうん、あれすげえなと思って。あとシャトルバスみたいなのも初めて見て、おう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 、うん、なんかすげえと思って。ミッキーの窓をしたシャトルバス。あ、そう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 、うん、こんなんあるんだと思って、ちょっとなんか大人になってから感動したでもあの作り込みは大人になってからの方が感動しますよね。そうだね、うん、絶対、うん、で、その元ディズニーで、うん、ペイントを担当してた人が家具屋をやってるんですけど、今家具作ってるんですけど、そのアンフィニッシュっていう、それその家具僕好きなんで、あ、ここで働いてたんだみたいな、ペイントとかすげえ注目しちゃいますね。ああ、本当小道具とかもね、作り込みはすごいですからね。あと何でしたっけ、ディズニーの横の道挟んだ横の、前俺が行ったっていう、道挟んだ横のディズニーの横の、横の向かいっていうか、向かいの恐竜がおるとこですか、イクスピアリ。いや、そうそうそう、それもすごい、うんうん、すごいなと思って田舎イオンしかないじゃないですかあんなもんないじゃないですかもうあのそうだね、あの震災のこの話とは全然違う着地点になっちゃったおからじらしさが復活してよかったなっていう、まあそうだね、まだまだ多分な、まあもう何年ですか、8年ですか、8年、うん、そうだね、ぐらい経つですけど、まだまだ多分あの仮住宅みたいなことにね、お住まいの方もたくさんいると思いますけど、うん、まあでも それこそ本当そういうところでもこの私たちの放送を聞いてくれてる方がいるかもしれないですからね。うん、そうですね。本当まだまだ途中ですからね。本当に復興の途中ということなんですけど、うん、まあこういう体験談をね送ってきてくれたワコパンさん、うん、まあ語り部として、うんうん、語り継いで行きたいからまあ読んだんですけどね。はい、まあ。不思議なことはあるんですよね。うん、それが霊的なものでも、何ですか、トラウマ的なものでも、うん、多分こういうお話は多分いっぱいあると思うんですよ、うん。その貴重なお話を送っていただきありがとうございますと。そうですね。考察の余地があんまないですね。そう、体験談となるとね。うん、そうだね。うん、でもいろんなアプローチから今回の話はいけたのかなとは思いますね。うんうんうん、木村さんが読んでくれたあの、うん、その精神疾患の話だったりとかも含めて、まあそう不思議なことはあるもんですねと。こんな感じじゃないですか。そうですね。そうですね。まあでもこんなね、大事なお話をね、うん、こんな普段はふざけ倒してるチャンネルで読んでほしいって言っていただけて、うんうん、そうそうそう、本当にありがたいことです。あと他にもいくつか不思議な体験をしてきた中の一つっていうことなんで、はい、またワコパンさんもし話が不思議な話あったら、うん、また送ってきてもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。うん、なんか豊川の駐屯地はかなり有名らしいですね。自衛隊の中でも心霊、どういう意味で心霊で、そうなんだ。そうなんだ。でラファさんが言ってたす。まあでもあれかもね。実際なんかあの空襲とか受けたんだよね。海軍工廠、うん、
だからそういう話はひょっとしたらやっぱあるのかもしれないね。でも地元の人はあんま知らないですもんね、うん、あんま聞かないね。確かにですよね、うん、まあそのなんていうの、自衛隊の中で、はい、まあ、語り継がれていて、あんま外には言わないのかもしれないね。あ、先輩があの海上自衛隊にいて、はい、あの時の波超えたっつってましたよ。うん、やばかった。すごい。でもやっぱなんかあの来るとだんだん大きくなるじゃないですか、あの陸地に近づくと。そう、うんうんうん、なんでまあ結構離れてたんで、うんうん、まあ最初の方だったんで、うん、それでもすごかったっすよ多分映像が。あ、見たことある。YouTube にあるんですけど、めちゃめちゃすごいですね。すごいね。もう本当なんかあのジェットコースターの上上がってった時とで下がるみたいな、あれっつってましたね。すごい経験だねそれも。はいはい。とまあまた若パンさん話をまた送ってきてください。はい、はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。切腹した侍の霊。今から20年前に大学進学のために上京しました。大学が斡旋するアパートに住んでましたので卒業とともに引っ越さねばなりませんでした。卒業が決まったのでなぜか雨の日の夕方、新しいアパートを決めるべく近所の不動産屋へ行きました。ちょっと気になる物件があったので内見へ行きました。そこは一軒家を4つの部屋に分けた物件で、内見の部屋は1階です。中に入った時、あ、靴下濡れちゃってると思うぐらいの冷たさがありましたが、古い物件好きの私にはストライクの物件でしたので、その場で決定の旨を伝えました。不動産屋へ帰るとき、事故物件の確認をしました。ああ、あの部屋ね。一年以上空き部屋なんだけど、前に住んでたのは僕の友達で、結婚が決まって出てったんですよ。本当は言っちゃいけないんだけど、おめでたい内容だからさ。事故物件とかじゃないからね。この話を聞いて安心していました。当時私は接客業のバイトをしていたのですが、あるお客さんから突然、君、あ、なんて言ったら、ちょっと店長さん呼んでくれる？と言われ、店長を呼び私は席を外しました。その後戻ってきた店長に、バイト上がったら角の喫茶店で待っててと言われたので、バイト終了後に喫茶店で待っていると、店長と先ほどのお客さんが来ました。席に着くなりお客さんに、いきなりでごめんね、僕は霊能の仕事をしていてね、さっき君が来た時にいろいろと見えたから、ちょっとお祓いした方がいいのかどうか分かんなくて何言ってるか分かんないよね、ね、要は新居には病死した17歳ぐらいのびしょ濡れの女の子と切腹した侍がいて、特に悪さはしないけど一緒に住みたくないでしょ。あの部屋に入った時に冷たいって思わなかった？ずいぶん前からいるんだけど、人が入ってもすぐに出て行ってしまうから居ついちゃってるね。お祓いをしたいんだけど、別の視点であなたはあの家から出ていくことになる。そのことを考えると彼らは出て行かない方がいいというもので、正直何を言っているのかわからなかったので
お祓いをお願いし、後日新居をお祓いしていただきました。大学の卒業式の翌日、バイトの仲間たちが引っ越しを手伝ってくれるということだったので、引っ越し業者には頼まずに、友人の彼氏がレンタカーでマニュアルのハイエースを借りて集合してくれました。荷物も運び終わったので出発しようとした時、友人の彼氏が、車壊れてんだけど、と言うのです。クラッチがスカスカになっているとのこと。レンタカーを壊してしまったとパニックになったので、某車メーカーのエンジニアの兄に電話して相談しましたが、素人では直せれんからとにかくレンタカー会社に連絡しろと言われたので従いました。レンタカー会社の方が別のハイエースに乗ってきてくださり、2台目に荷物を積み直したのですが、修理関係の人が、この車は車検終わってから貸し出しないんですよね、なんでクラッチのゴムが、と悩んでいました。友人の彼氏をその場へ残して新居へ向かい、引っ越しを終えました。後日、あの霊能者のお客さんが来店したのですが、私の顔を見るや否や、失敗してる、まだ侍がいるね、玄関の外で入る隙を見計らってるよ、僕の力よりあちらが上だったか、と言ったので、外にいるならいいですと伝えました。さらに後日、引っ越しの時に彼氏を連れてきてくれたことを同じシフトになりました。引っ越しのお礼を二人分渡すと、あの霊能者のお客さんに部屋に侍がいるって言われたって言ってたよね、切腹したって言ってたよね、私の彼氏の名字知ってる？友人の彼氏とは2回ほど店で会って、特にこれといった話はしたことなかったので知りませんでした。私の彼氏の名字ね、首に富士って書いて須藤って読むの。私もこの前聞いたんだけど、なんかね、先祖が切腹の介添えをしていた人だったから名字に首がつくんだって。もしかしたらあの侍と関係があったのかもね、彼氏に来てほしくなかったのかな。しかもね、引っ越しの時に車壊れたじゃん、みんな壊れたの確認したじゃん、荷物運び終わったから返しに行ったらさ、そこに彼氏もいたんだけど、最初のハイエースさ、壊れてなかったの、クラッチのゴムがーって言ってたのにさ、壊れてなかったの、もうわけわかんなくて。私も話を聞いてパニックになりそうでした。霊能者さんの力がどれぐらいかわかりませんが、侍を払いきれなかったこと、友人の彼氏を拒んだこと、この侍は本当に悪さをしないのか、でも邪険にしたらもっと怖いことになるんじゃないかと思い、もう腹をくくって侍との同居を決めました。家に帰り、中に入る前に、仲良くしてとは言わんが、行き場がないならここにいてもいい、でも私に害を及ぼさないで、と言ってから入りました。霊能者が言っていた、別の視点であなたは部屋を出ていくことになる、それを考えると彼らは出ていかない方がいい、このことなんですが、
この部屋に住み始めて4ヶ月後に付き合い出した彼が転勤になり、それきっかけで婚約して部屋を引っ越しました。その彼氏が主人です。別の視点というのは結婚のことだったようです。侍のおかげと言っていいか分かりませんが、あの部屋で侍と住むと結婚できるようです。はい、続いてのお話は切腹した侍の霊、りょうこさんからのご投稿です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、続いてる感出してみたんですけどその後続いてる感なかったっすね。間がすごかった。間がやば木村さんの編集で埋めてもらいます、はい、うん、ここはねなかなか面白い話ですよね。首の字がねつくと、うんうんうん、っていうのが、うん、そうなんだっていう。そうだね、はい、知らなかったね、うん、あとここ住みてえなって、結婚できるっていうね、うん、でなんか、まあ、その首の字がついてるからっていうのは、うん、たまたまかもしれない。たまたまだよね。なんかその侍の霊が何をしたいのかがよく分かんないというか、うん、まずその場所がす、まあ、心地よくておって、うん、その場所に入ってくるものを追い出すと、うんうん、でその理由が、その怖いとかじゃなくて、うん、結婚を機に出てくみたいなことが、うん、まあ、立て続けにあったからそうなんじゃないかみたいな、そうね、それは分かるんですけど、うんうんうん、一回この人についてくわけじゃないですか。ついてく、うん、引っ越した先に払い、部屋にいるってことじゃなくて、と最初住んでた部屋によって、うん、あれ引っ越しの時に彼その須藤さんを連れてきて引っ越すじゃないですか、うんうんうん、でそこにまたついてきてるじゃないですか、うん、霊能者さんが失敗したっつって、新居に引っ越しするん、新居に引っ越したんだよね。でその新居に侍の霊がいたんだよね。一発目からいるっす。古いところに行って冷たいって思った、そこに住むために引っ越したんだよね。あ、じゃあそっから引っ越したんじゃないです、うん、違うところに。え、違うよ。あ、俺も木村さんと同じだった、ね、そうだよね。あれ、はい、内見に行った時に、寒いっていうのを感じて、まあでも古い物件好きだもんで、うん、そこに住む。あ、そうかそうか。んで会社の人が手伝ってくれたっていう会社の友達、うんうん、ああそうかそうか、俺完全に勘違いしてたんすよ、うん、そう、まあでも一応でついてったっていうか、その霊能者さんが、うん、払い損ねたというか、本当なんかバイトのあと話があるもんで来てって言われるじゃん喫茶店に、うん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 、そこで霊能者さんがあなたにとは言ってないけど、そのあなたの住んでる部屋に、うん、その侍がいるよっていう話をしてるから、うん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 、まあついてきたっていう感じではないのかな。部屋にいる、まあ、まだ それが見えた。うーん、でもその霊能者さんの力よりも強かったから、うん、外まで追い出せたけどっていう、ね、部屋からは追い出せたけど外に待機してるっていう、そういう感じか。それも面白いもんね。うん、でもなんか俺その入った途端に濡れたぐらい冷たって思ったっていう、その第一ファーストインパクトを与えるのがそのびしょ濡れの霊っていうのがちょっとまた不思議じゃないですか。ああ侍じゃないぞ。侍じゃなくて、侍が強いから玄関側に追いやられてたんですかね。侍が強いから、あ、侍が奥におって、そう、部屋におって、びしょ濡れの女の子の霊は手前におって、そう、手前におる、あ、それだったら出てってもいい気がするんですけどね。どっちが女の子の霊、うんうん、違うところに行ってもね、どっちがその結婚にあれしてたのかな、関係してるのか、うん、でも侍っぽくないですか。多分確かに多い、うん、お祓いでそのびしょ濡れの女の子は多分払われてるんだと思うんですよね。いや、これ京子さんに
りょうこさんか、りょうこさんに聞いて、はい、で結婚相談所開いておからじで、はい、ここのもう斡旋してこの部屋を、あそしたらもう 100% っつって、あここ 100% って言ってちょっと高いんですけど、ここ 100% っす、うん、本当だね、うん、新しい商売の形うーん、でもその今のね、相手とかどうかが分からんじゃないですか。まあでも、でも結婚できる、あでも結婚はできるか、うん、わらじ結婚相談所っていうの開けるね。寺さんがあの副業でラーメン屋の、うん、よく喫茶店で占いとかいるじゃないですか。あるね、あんな感じで、うんうんうん、ここだよって、ここだよって、とりあえずここ住んでもらえればって、はい、うん、100% です、 100% です本当だね、見えましたね、ビジネスチャンス見えましたね、はい、ちょっと遠方の方に一回住んでもらってっていうね、うんうんうん、ここ 100% だからってちょっと内見の時に足が冷たくなっちゃうかもってでも払われてるんで、びしょびしょの例は払われてるんで、うん、結婚できるだけです、できるっすちょっと怖い思いするかもしんないですけど、うん、だから結果その侍の例が何だったのかがわからないまま、うんうん、そうだね、うん、それ以外の方法でも追い出してるんですかね、お祓い以外、うん、違う、結婚して単身赴任で出てくことになった、うん、で前の人も結婚して出てって1年ぐらい空いてるじゃないですか、それ以外の方法で今までこの部屋を結婚させることじゃないことでじゃない方法で、うん、そこ気になるね、そしたらちょっとね、そうそう、 100% じゃなくなっちゃうんで、もうこんなんパワースポットですからね。そうだね、そうだよね、まあ、恋愛の、うん、本当だ、気になるわ、どこか気になるね、うん、俺がお祓い受けた神社は本当に床びちゃびちゃだったけど濡れ物理的に濡れてたっていうね、物理的にびちゃびちゃでしたね滝のとこね、滝のとこでもどうなんだろう、その須藤さんっていう名前が、うん、海沿い、切腹の海沿いをしていた人だからっていうことで、うん、その人を寄せ付けたくなかったから車を壊したってことだと思うじゃん多分、うん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 、でもさ切腹してなんか苦しいままよりもさ、うん、いっそのことさ、うん、もう海沿いしてもらってっていう方が、うんうん、すっきりするじゃないけどあの世に行けるというか、うん、感じするけどね。あ、そうすると払われちゃうってことかな、成仏しちゃってそこに留まれなくなるからお前は来るなって言ったってことかな、この中途半端な状態でいいみたいな、うーん、まあ、そこと結婚がなぜ結びつくのかっていうことだよね。その首は繋がってるんですかね、あ切腹なんで、切腹だもんね、お腹だよね、あだけどその海添えがいるんですよね、うん、は須藤さんはその、彼かな、彼はそうでしたけど、その、うん、その切腹した時どうなんですか、ね、あ当時、はい、当時は、うまく、あでもそうだね、大体、うん、いつもいるもんね、うん、海添え人は、はい、なんかつながる胴体と頭がつながるみたいな、結婚もなんか人と人を結びつけるみたいな、つながるみたいな、無理やりつなげました。だったら結婚じゃなくても他のこともつなげてくるかもしれないです。あの厄介ともつなげてくるかもしれないです。あそっか、うん。だからその切腹した侍が結婚する予定だったけど、うん、その前日というかその前に、うん、神というか罪を着せられて切腹する羽目になった侍だと、はいはいはい、でその結婚に対しての未練を残したまま自害したんですよ、うん、だから俺のことはほっといてお前ら幸せになれよって、そうそうそうめっちゃいいやつじゃん、本当パワースポットだよ、だから心残りは結婚できなかったことなんですよ、だから結婚したい、でも俺は幽霊になって結婚できない、うんうん、だからせめてこいつらを結婚させたいっていうね、そのびしょびしょの女の人と結婚してたみたいな説はびしょびしょさんと、そうか、うん、びしょびしょさんって言うんですねああそうか、でもそれで身なりがね分かんないから、うん、あれびしょびしょさんを払われて、うん、腹立って、うんうん、悪い例になったっていうオチなら、うん、なんかその結婚してたのも、ああそうだね、うん、
だけどじゃあ、その侍はそういう例なんですよ、うん、でそういう行いをやってるのをこのびしょびしょさんは知っとって、うん、私もやってよみたいなのでずっとそこに一緒におって、うん、やってよっていうのはどういうこと？私も幸せにしてと結婚。あ、なるほどね、うん、まあ、そのびしょびしょの子も、うん、そう17歳で亡くなってるんで結婚に未練があったみたいな、そう結婚願望はあったんですよ。あ、か分かんないよ、びしょびしょさんは実は邪魔してる側で、あ結婚を本当はもう住んで1ヶ月ぐらいで、うん、すぐそういう結婚になるかもしれないのに、そのびしょびしょさんがおるおかげで3ヶ月に伸びるみたいな。でもあれですよ、びしょびしょさんより侍の方が強いんですよ。あ、強いね。そうだから侍さんは悪いけどお前にはできないんだよってずっとやり続けて、うん、お察してあげたというか、だから弱いのにびしょびしょさんが玄関でにおるのはこう理にかなうというか、まあ、でも全て知ってるのはこの霊能者さんだね。間違いないですね、うん、なんでこの人がいると結婚できるのかも知ってそうじゃない。知ってるのかな。あ、だって含んでるじゃないですか、こう折った方がいいと思う。ああ、まあそうだね、そうだね、そうだね、悪さはしないから、うん、まあ、別の理由で出ていくかもしれないねって言ってるんで、あ、分かってんのかな。分かってるんじゃないですかね。そうだね。でもこれすごいですよね、こういう俺が例えば力を持ってて、うん、うん、全然知らん人に、うん、え、あなたちょっとやばいですよ、言えないよね。ちょっと言えない、言いにくい、わかるわかるわかる。なんかケイスケが前言ってた、なんかテレビで見たっていうのもうなんかすごい強い人で、うん、すれ違った何人組かわからんすけど、ところにちょっと待ってくださいっつってテレビの収録止めて、そこのとこ行って、あなたたちどこどこ行きましたよねみたいな、心霊スポットかなんか行きましたよねっていう怖い話があったんですよ。あ、怖い話があった。そう、芸人さんが話してる怖い話で、そう、収録止めてやっちゃう子がおってみたいな、もう内容あんま覚えてないですけど、だからそういう通りがかりの人とかに声をかける霊能者がいる。そうそうそう。でも実際声かけられたらうさんくさいよね。ちょっと ね、だからその人はどこどこ行きましたよねみたいな、ケスケの話は、うん、どこどこ行きましたよねって言って、うん、当たったからたまたま信じたかもしれないですけど、うんうんうん、まあでも俺らは結構興味津々じゃないですか、私たちはね、だから多分話を聞くっすけど、聞いちゃうけど、全然そういうのに興味ないとか信じてない人だったら、うん、はあ、何言っとるっつって、なるよね。いや絶対なると思う。お祓いとか言って金取ろうとしてるこの人みたいなさ、なんかちょっとうさんくさいみたいな。あるよね。うん、僕ちょっと前にここゲストで出てもらった催眠術師の大岩さんのチャンネルで、街行く人に催眠術をかけるみたいな企画で、街行く人に催眠術興味ありますかって声かけるみたいな役やったんですけど、めちゃめちゃ警戒されましたもん。それと同じだよね。もう絶対そうですよね。幽霊ついてますよっていきなり言われる、うん、何何何この子みたいな、うん、絶対になりますもんね。ちょっとやってみますよ。じゃあなんてケスケは霊能者。いやいやもう嘘じゃないですか。せめて本物の霊能力者がいる状況にしてください。すいませんすいません、 YouTuber なんですけど。うさんくさすか。本当だね。ほんですげえ警戒されて、有名だったら覚えとけよって言って帰ります俺。いやダメっすね、僕が警戒されてますねって言ってたもんね。こういう霊能者さんもいるんだね。言えない、自分がそうだったら言えない。そう、言えないなと思って、でももしですよ、この人が、その侍さんが、そういう悪い霊じゃなくて、結婚させてくれる霊だっていうところまで知ってたら、わざわざ声かけて、で悪さもしないのも知ってて。そうか、払わないよね。なんかビジュアル者さんの方は悪かったんじゃないですか。そっちの方はあんま良くなかったのかな。まあ、その足冷たく感じなかったみたいな言ってますもんね。もしかしたら。でもそれが払えてお侍さんが払えんってなってくると。そうだね。霊能者さんも別の視点であなた部屋出ていくことになるっていうことを知ってるってことは、やっぱ悪い例じゃないって思ってるってことだもんね。でもそれでもやっぱの払おうとしたけど払えなかったって言ってる、そこはなんかすごく矛盾があるね、言われてみれば。やっぱびしゃびしゃさんとセットだった説
セットだった、うんうん、で、まあ、ビシャビシャさん悪い、うん、で侍さんはそこまで悪さはしない、うん、でもビシャビシャさんも悪さしてこなかったですよね。冷たいって感じ、冷たいだ、うん、あでも感じさせたってことは、うん、その後も何かするかもしれない、まあ、入るなって言ってたかもしれないね。で一応伝えて、うん、伝えちゃったらどっちもおるなんて分かったら嫌だよねってなって、うんうん、それなら両方払っときますよみたいな感じで払ったけど、うん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 、お侍さんは払えんかった、うんうん、それがなんでなんだろう。それがあれかね、霊能者さんがこう選んで払えるのかな。あんたはいてもいいけどあんたはちょっと出てってみたいな。あ確かに俺が美味しいご飯持ってて、ともくん食べていいけど木村さんダメですみたいなもんですもんね。そう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 。そのなんかなんていうんですか、鎮痛剤みたいな感じで全部に効いちゃうのか、うんうん、気になるね。びしょびしょさんだけ出てってみたいなさ、うん、そんなことができるのかどうか。びしょびしょさんの手前、うん、本当払いたいのはびしょびしょさんですけど、うんうん、だけですけど、うんうん、手前、うん、ちょっとこいつも払っとくパフォーマンスをする、うん、で外に出されちゃったみたいな、はい、なんで私だけってならんように、うん、成仏させんって感じですもんね。気持ちよく。あそうか、まあでも侍もあ外に出されたやって思ってるっす、ね、思ってるよね。あれ入れんっつって、うん、でもこれでもさやっぱりさ自分が中に入るところを狙ってるみたいな感じ書いてあったよね、うんうんうん、どうだったっけな、はい、書いてありました、あったよね。だからやっぱりその幽霊はその、うんなんていうの、自分から入ることができないっていう説あったじゃん、うん、前から、うんうんうん、だからなんか開けてもらおうとして人の真似してみたいなさ、うんうん、扉を開けさせるみたいな、うんうんうん、なんかある種こうやっぱ部屋の中は結界みたいな、うん、一回外に出されちゃったら自分の力じゃ入れないみたいな、うん、なんでそこにいるのかも気になりますよね。そうするとそのなぜその場所依存してるのかっていう、あ昔そこがこそういう処刑場だったとか、もうそうなってくるとその病死の病死したビシャビシャさんもなぜそこにいるのか、まあ霊道みたいな感じだったのか、気になる。なんか因果関係というかいろいろ考える余地は確かにあるな。この、まあ、見える人から言うと そ,、まあ、そこら辺にお化けおってみたいな言うじゃないですか、うん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 、だからまあ、その人はどっちも言い当てたというか、うんまあ、それ以外にもいたかもしれないですけど、うんうん、その目立ったのがその2体みたいな感じなだけで、うんうんうん、そのビシャビシャさんと、うん侍の因果関係とかそんなに関係ないのかもしれないですよね、うん、あたま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 その場に、うん、同じ場所におる。なんか年代が違うっぽいじゃん雰囲気、その侍の年代じゃないっぽい雰囲気のね、うん、17歳の病死した女の子がそういう時代が違う霊が共存するっていうのもなかなか興味深いなと思って、うんなんで濡れてるのかも気になる。病死したのに、うん確かにそうだよね、うん、なんかちょっとこうパッて読んだ時は、うん、その部屋に住んでた子で、うん、お侍さんが殺した子みたいなっていう風に思ったんですけど、うん、悪さしない侍さんなんで、うん、それもないかみたいな。そうだよね、うん、お侍さんにやっぱなんかしてもらいたかったのかもしれないね。何よりも気になったのが、うん、はい古い物件好きってなんだろうなって。え、古民家好きみたいなっていうことですか。そういう感じなんじゃないのかね。でもこれ古民家っていうかこれアパートとかそういう系なのかなっていう。アパートっぽいイメージだったけど頭の中では。イメージしちゃったんですけど、そのなんか古いアパートってどういうメゾン一国みたいな。あ、まあそうじゃない。そういう感じが好きなの。まあ、ちょっとレトロというか、まあ、古民家まではいかないけど、まあ、畳の部屋が多いとかみたいな、うんまあ、そういう感じなんじゃないのかね。すげえ気になったそれ。古い物件好きっていうのが、でもいるよねそういう人、落ち着くわみたいな、まあ、洋風がかっこいいみたいなのと一緒で
古いのがちょっと好きみたいな感じじゃないですか。なんかアンティークっていうか、うん、そこまでは行ってなさそうだよね、うんうん、アンティークまでは行ってないと思うよね。新築だと新築の匂いがして嫌だっていう人もいますもんね。うん、まあ、そうだね。僕は一人暮らしするとき新築がいいって言いましたけどね。古い建物をちょっと怖いというか、うん、まあ、そのまだ高校生で大学行くときなんで、うんうんうん、あのいろいろ考えるじゃないですか、うん、なんでもうちょっと怖かったんで。オートロックがいいなとは思うけどね。俺もオートロックで、うん、新築っていうのを提示しましたね。へえ、はい、高そう、まあ、ちょっと高かったんですけど。そうだよね、まあ、でも木村さん東京行ってたじゃないですか、うん、どんな感じの家住んでたんですか。そん時は マンションだった鉄骨のマンションタイプ、うん、でオートロックだったけどね。うん、高かったよやっぱり。そう、うん、大阪その部屋は新築だったっすけど、うん、あの都心からちょっと離れてるというか、うんうんうん、下町みたいなとこだったんで、うんうん、安かったっすね、うん、でもその中ではちょっと高めみたいな。ワンルーム？ワンルームです。ワンルームでどんぐらいなの？5万7千円とかですね。安い。でも高いその周り4万とかが平均だったんで。あ、まあ、でもあの豊橋とかねワンルーム探したら2万とかでありますからね。あ、やばいっすよね。やばいね。この前なんかあの大村町ってあの下地のちょっと川沿いの方、うん、はいはいはい、吉田城の反対側、はいはいはい、はい、あの辺の古民家200万ぐらいで出てましたからね。あ、そうなの。土地付き家付き、まあリフォーム前提ですけど。ああ、まああの辺ちょっとなんていうのかな、交通の便が悪いっていうか、そうどこ行くにも車がいる場所だもんね。プラスなんか地震で一発って感じしません？ああ、そうか。確かに下地の辺はもう液状化すごいって言いますもんね。ああ、そうなんだ。うん、まあそりゃやだね。確かに。あの なんかのエピソードでも話したことある、あの友達のアパートみたいな、うん、隣の人が、うん、ピンポン押して、うん、私人殺したんですけど住んでてもいいですかみたいな話があったって言ったじゃないですか。あそこに今友達住んでるんですけど、うん、家賃9000っつってました。はい。すげえ、9000円ですって。風呂トイレもあるの？あるっす。あ、でもあのあれですけどね、なんて言うんでしたっけ、ユニットバスですけど9000円です。すげえ、めちゃくちゃ安いですよね。そんなとこあるんだ。そうなんですよ。安っ。だから見える人が見たら何かいるみたいなこともあるかもしれないですよね。しないね。いつかないとかね、人がね、なんかいるからいつかなくて安いみたいな。まあ結局まあその時の彼氏が今の主人ですってことで、まあ今もね、涼子さんは仲良くやってるという、ね、ことなんで、まあ結果オーライっちゃ結果オーライですけどね。そのお侍さんが何なのかは結果わからないですけど、分からない、うん、その結婚して出ていけれるっていう。今もいるんかな。ああ、いるんじゃないですか。部屋入れたんかな。うん、でも全然知らない人がやっぱ引っ越しの時とかは扉開けっぱなしにするからさ、入っちゃうんじゃないのかね。いや、ずっと玄関の外で入る隙を伺ってるんなら、うん、帰ってきた時にそうそうそう入れるかなっても思っちゃうんですよ、うん、友達が来た時とか。スッと入っちゃう。うん、本当だね。まあでもその霊能力者が部屋の中に結界みたいなの張ったのかもしれない。あ、うん、だから出てったら結界も解けて、うん、そのこの京子さん、うん、涼子さんが涼子さんが出てったら結界も解けてまた入れるみたいな。うん、まあ今もあるのかどうか、うん、気になるですよね。ね、気になるね。だってこれ聞いてる不動産屋とかがいたら、はい、もう気になってしゃあないですよね。そんな部屋もうそれで打ち出しますよ。絶対に結婚できる部屋。絶対結婚できる部屋。確信持てないですけどね。まあまあまあ、まあ、何パーセントの確率で結婚できる部屋とかに。今までの入居者が2組結婚していますみたいな。でも調べれば調べればもしかしたらもっといるかもしれない。かもしれないね。でなんかその人たちに全員にアポ取って、あの2人のピースしてる写真みたいな、カップルのここで結婚できましたみたいなね。コメントもらってレビューもらって、それ見るとついつい UFO キャッチャーやっちゃうみたいなとこありますよね。写真がこれ撮れましたみたいな。あ、そういうとこあるんだ。 PS4 撮りましたみたいな。へえ。
じゃあその作戦で売り出しましょう。ぜひ。うん。どんぐらいなのかな、まあ、どこか分かんないですからね。ね、分かんないね。あの地方も分かんないですもんね。分かんない。うん。うん、そっか。でも、そっか、部屋のワンルームかどうかも分かんないですよね。分かんないね。うん、ワンルームとかだ。いやでもまあ彼氏と一緒に住んでたんだから。あ、そっか。うん、もうまあちょっと、もうちょっと広いんじゃない。ワンエルか2K ぐらい。うん。2L か。だね。15万ぐらい。まあ場所によるよね、それは。そうですね。取れるかな。あ、そのあれ、あの水広がりで18万とかにしときます。ああ、今なら本当は20万だけど、今ならこの価格っつって、うんうんうん、出た今なら価格、うんうん、3ヶ月パックでもその部屋に住み始めて4ヶ月後にこの人は結婚してるので3ヶ月じゃ足りないかもしれない。あ、そうか、本当はね、うん、ぜひその時のフライヤーを僕に作らせてほしいな。それなら結婚できるまで住んでもらって、うん、できなかったらごめんなさいみたいな。あ、だけど18万はずっともらう。フライヤーには嘘大げさ紛らわしを全部やるよ。テクニックを、テクニックを全部やるよ。 100% っつって大げさ大げさに。でも侍がおるって分かってて住むっていうのもすごいね、涼子さんが、うんうんうん、ね、怖くなかったのか、うん、なんかあれみたいですね、座敷わらしがおる旅館みたいな。そうそうそう、そんな感じするね。うんうん、そんな感じする、うん、おるの分かってて住む、うん、うんうんうん、でもその住んでる時は別にそれがいるから結婚できるっていうことは知らずに住むわけだからさ、うんうんうん、その涼子さんのなんていうの、あ、見えないのかな、言われただけで。そう、涼子さんは見えてないですね。あ、そうかそうかそうか、うん、だからか、だからまあいいかと思って、一応なんかあれだね。うわ、でも自分が霊能者でもし声かけられたとして、うん、別の視点から出てくことになるよなんて言えるかな。結婚するから出てくよって俺言っちゃうかもしれない。言っちゃうね。うーん、なぜそこでぼかす必要があったのか。てかまあ場所依存の侍さんなわけじゃないですか、うん、多分、うん、それで追い出されて外で待っとって、うん、涼子さんそれ聞いて帰ってきてから、うん、もういたいならここにいていいけど、うん、あって言ってるから入れてるじゃないですか、多分、うん、私に会を呼ばさないでよって言って、うんうん、だから、うん、侍が結婚させてくれたけど、うん、もしそれ言ってなかったらビシャビシャさんになってた可能性もあるっていう。あ、まあ怨霊の方になってたかっていう説もありそうですよね。あ、受け入れてあげると、うん、いい方向に働く。うん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 、なら余計なこと言わんでよって感じですよね。まあね、勝手に出して、うん、まあでも霊能者の狙いはやっぱビシャビシャさんだったんじゃない？うん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 、ぽいですよね。うん、そうだね。だし、そのひんやり感じさせたのもビシャビシャさんだし、うん、害があるのはビシャビシャさんだった。だったと。うん、まあそういうことっすね。払うってどんな感じなんだろう。ね、それその部屋に行ってないんですよね。行ってないね。行ってない。遠隔で払ったってことですね。遠隔だね。そう、遠隔。すごいな。だその部屋見えてるってことですもんね。そうだね、言い方的には、うん、でも後日新居お払いしていただきましたなんで来てるんです。あ、来てもらったのかな。あ、そうかそうか、うん、そっかそっかそっか、そうだね、うん、来てるっぽいね。そっか、うちにも来てもらいたいな。あ、本当だね。うん、来てもらいたい。でももう涼子さんは多分この霊能者さんと知り合いっていうか、まあ、そこでまあ仲良くなったか分かんないですけど、うん、後日も来てもらってるんで、涼子さんに聞けば、うん、あれだね、友のうちにも来てくれるかもしれない、ね、かもしれないです、うん、まずお体中を聞いてもらって、うん、でこういう人たちがいて、うん、でこの人のうちの、この収録してるスタジオがやべえぞって言われるから一回行ってくださいと、うんうん、
何ならゲストに出てってくださいみたいな。ああいいですね。で何ならその時にあのこの回を聞いたんだけど、うんうん、あの考察ぴったりなんですよみたいな、うんうん、あってほしいですよね。今日言った中に答え合わせ。ああいいね。本当にビシャビシャさんが悪くてみたいな。面白いね。やってもらいたいです。やってもらいたい。それからもう全然的外れですみたいな。ボコスカにされるっていう。そしたら切腹しますね。うまいのか。なんか今まであんまり友がうまいこと言えんくて悔しい思いしてるけど60点ぐらいじゃないですか今。まあそうだね。うんうん、ホームランじゃなかった、ね、うん、ホームランじゃなかった、うん、ちょっと戻ってきた。今までどっか行ってたんすか。外野だったもん今。涼子さんがまあ聞いてくれてただったんで、うん、まあどこだったよとかね、うんうんうん、ちょっと教えてほしいね、うんうん、まあ、こっそりとでいいんで教えてほしいね、うんうんうん、ぜひ。またこれの後日談やりたいですね。ね、うんうん、はい。ということでご投稿お二方ですね、うんうん、ご投稿ありがとうございました。ありがとうございました。あ、この話は？あ、この話。じゃあどうぞ。この話もし自分だったら。ありがとうございました。ではまた後ほど。